ズラヤマのバナナが植わっている、さらに北側にバナナ苗を植えに来ています。このズラヤマのところは奥の方はタイベジタブルカリフォルニアゴールドドワーフオリノコ、そして後から足しましたミャンマーバナナと、それからマイソールですね。でこの北側の切り開いた竹林に一本だけタイベジタブルの粉を植えておいたんですが、今日はさらに2本を植え足しました。最初に植えたのはこのタイベジタブルバナナの粉へですね。その向こうにもう一本、もうちょっとだけ大きい苗を植えて、そして手前にも今日は2本目としてこれを植えました。まあ、ここは耐寒性があるものでないと持たないように思うので、タイベジタブルなら大丈夫かなと思って、とりあえず今3本並べてみたところですね。これからもおいおいタイベジタブルとかそれに準ずるような耐寒性をトーチで示しているバナナ苗を選んで植えようと思います。何しろ竹の根茎がですね、中央に張り巡らされていますし、あとツタですねの芋とかがたくさん埋まっているんですね。ああ、それでもこの根切り一本だけで作業をしていますけれども、最初はグラグラしない程度の仮植えぐらいにしておいて、ここに来るたびにですね、周辺の土を土寄せあるいは盛り土みたいにしていってあげようと思っています。梅雨、本格的な梅雨になる前に植え付けておけば、あとは活着さえすれば次々新葉を出してくると思いますんでね。